宇山国は、現在の移領島を支配していたとされる古代、国家である。現存する朝鮮半島で最も古い史所、三国式に登場する。三国式、白木本儀には、512年、宇山国が朝鮮本土の白木により服属させられたとの記録があり、11世紀初頭には、女神の海賊の侵攻によって、大きな打撃を受けたとされる。資料が少なく、 記載も過小なため、宇山国の詳細はよくわかっていない。ただし、宇山及および、宇山島の名称は、朝鮮の史書、地理書、地図に数多く登場する。三国式巻四、白木本義。宇山国に関する部分1145年に、編纂された朝鮮半島に残る最古の文献資料、三国式によれば、太古の日本海上に誕生した島国であったが、 三国時代の512年に、朝鮮半島南東部にあった、白木の石府将軍の計略によって服属させられたと、している。三国式巻第四白木本義一正馬律関期13年、夏六月上間国貴福土志も、時ため三木上間に在倉、中西東海島ある名物領島地方百里寺県府福井山、石府ため何室ら衆軍主義三神宮。 イサムナンも、イライカも、内服の王作り、木宮寺市分祭前線低素の国海岸京津毛、いわく南寺若府福足っぱなしこの猛獣盗殺の国人教区足港、三国式巻大四白木本里、地昌馬律館紀十三年夏六月、宇山国が服属し、毎年土地の産物を貢いだ。宇山国は、倉州のちょうど東の海の島にあり、別名を移領島という、 外周は百里ほどで、渡航が困難なことを頼みにして服従しなかった。南出裸州の軍師となった遺産のイシフが言うには、ウサン人は愚かで凶暴である。威嚇するのは難しいが計略をもってすれば、服従させることができる。そこで木星の獅子の像を多く作り戦艦に分けて、乗せその国の海岸に着くと、たぶらかして、お前たちが、もし服属しなければ、 すぐにこの猛獣を放ち踏み殺させるぞ。と告げると、宇山国人は恐れをののきすぐに降伏した。宇山国の別名は、うつ島党であると明確に述べられており、宇山国は、うつ島党に一致するとしか、解釈のしようがない。また、六世紀に宇山国が、白らの属国となったことが史実であるとしても、白らは、必ずしも、 宇山国を直接支配しているわけではないことが伺える。いずれにせよ、三国式編纂時期より500年も前の出来事として記しており、愚かで凶暴、死死の像に恐れをののきすぐに降伏したなどの記述は宇山国の人々すなわち古代の移領島民に対する差別感情を表す内容となっている。高来氏には、1018年、1019年、1022年の こととして、う山国が登場する。現在の竹島に国家があったとは考えられないので、このう山は竹島ではなく、うつ島のことであると考えられる。大韓民国では、古文献や古地図に登場するう山島を、現在の竹島と解釈しており、三国式の記述に、あるう山国の領域をうつ島と竹島としている。ただし、三国式の記述には、 宇都領島以外の島のことは記されていない。三国式では512年に山国が白木に服属したとあるため、韓国政府は、独当は、宇都領島とともに512年以来、韓国、朝鮮の領土だとの論を展開している。また、朝鮮国王が国家統治にあたり、手元において、百科事典のように参照した年の要欄には、 予知しに曰く、宇つ領島と、宇三島は南なうやの地であり、宇三島は、和人の言うところの松島である。満期溶乱軍政編解剖東海、P543、十三予知うん、宇つり山う、うやま、み国地、う、やまそとしい松島なり、との記載がある。これは、韓国では、宇三島が、独島であることを明白に示したものであると、受け取られている。 なお、韓国政府が独島を韓国領とする有力な根拠として一貫して掲げてきたのが清掃実録、地理史であった。例えば、韓国政府見解一では、ウサン、武良の二島が、宇津ち県の真東の海中にある。二島はそれほど離れておらず、天気のいい日には互いに冒険できるという、地理史の記載の重視を訴えた。この見解は、 現代の韓国政府にも引き継がれている。これに対して、日本政府見解にでは、このチリ市に、白木の時にう山国と称した、一説に、移領島というと記載されていること、東国予知省欄には、うさん、うつりょうは、本来一島とあること、さらに、文献つまみ録では、三部島、うさん島、うつりょう島がすべて同じ島であることを明らかにしている、ことを指摘し、 韓国政府見解を批判した。これに応えて、韓国政府は、韓国政府見解ににおいて、ウサン島とウヤマグニを区別し、ウサン島が、津領島とともに、ウヤマグニを構成し、一説に、ウサン、津領は、本来一島とあるのは、単に曖昧な一説を提示しただけであり、本来の、東国予知省乱は、ウサン島と津領島、二島は、 宇津鎮圏の真東の海中にあると記述していること、文献つまみ録は、理朝末期の個人の随層に過ぎず、文献的価値がないことなどを示して反論した。また、図王保文献備考の記録、すなわち、条景、満期要覧の記載では、宇山党と宇津良党を明確に区別していることをもって、従来の二党二名説を補強した。ありがとうございます。